電気の配管工事なら、まーるくまるっと解決。ハルハルメット会社の花正です。よろしくお願いします。スモックの DGA でござる。スモック幼稚園児が切るやつ。あ、幼稚園児が切るやつ。全然ちゃうけど、幼稚園児。ということで、今回はですけど、はい。僕たち今幼稚園児なんですよ。僕、いろんな体位とかをもう知ってるよ。オールドターン、松葉くずし発動。48で遊戯をやってみた。全然可愛くないですよ。怖すぎる。ということで大阪大学とか言うてますけども、うん、そんなんな関係ないやん。お前今ちゃんとその小学校に入る資格があるのかってのが大事になってくるんや。そうだよね。お前配管工事しかできひんやろ。いや他にも伝送工学とかめちゃめちゃ急に大学の話急に大学の話で今回やってまいりましたのは、はい、小学校の入試問題、今なら解けるのか。イエーイ。義務教育という甘えじゃなくて小学校に入る資格があるのかっていうのを今回、なるほど、対決という形になりまして、はい、貴様らうならせる回答ということで、はい、ブレーキ飛ばせばウィズジャイアニズム。最初の方はジャブで軽い問題からいきましょう。はい、はい。車が止まってるスペースの番号は、え早押しです。これは瞬殺ですね。そうですね。わからない。スペースの番号78。違います。73だよ。違います。わかった。書いてない。そしてこいつは駐車代を生産するときに駐車場の番号がないから無限に料金を払うことになってしまう。これはその先だ。小学生はそんなやましい心持ってないよ。これでもね、なんで左が16と6なんだろう。それがわかんない。しかもなんか左に0書いてるの意味あるんじゃない？これもしかして。ちょっと待って、俺合ってるはずなんやけど。まあまあまあね。そっちじゃ正解じゃないです。L8! 違います。嘘やろ。まあ、まあ、違いますよね。まあ、18! 違います。87! 正解です。やったー！逆にしたらいいやな、これだって。逆にします。そうそう。これって87やから、はい、こうひっくり返して元戻らなきゃ。ひっくり返す必要はないじゃないですか。なんでひっくり返したからひっくり返して元戻らなきゃ。俺今やっと分かった。自分がなんで自分が言った答えがなんで正解か。てめえ横取りか。さては、やっと分かった。はい、次の問題です。はい、まず、まあ、ここに、まあ、複数体のパペットがいるので、それで自由に遊んでもらいます。これ自由だ。これ自国じゃねえか。これ自由に遊んだ後、紙コップ、はい、紙コップ、はい、いや、まあ、タコ糸で糸電話を作ります。はい、その後一体のパペットを選び、糸電話でパペットに願い事を尋ねた後、その願い事を画用紙にクレヨンで書きます。怖っ。呪いの遊び。どういう、何を競ってる。都市伝説なんか。じゃあ行くよ。では、はい、始めます。ねえアンパンマン、ねえねえねえ、賄賂あげるからさ、ねえこっちサイドになってよ。話し方ないな。もうちゃんと、じゃあ僕金になるよ。もううおってー、僕アンピンマン。あ、最近寒くなってきたな。よっしゃ、あいつそこにカモがおるで、カモが。ジョージョークギラララララ、うわースポー。なんとアンパンマンはベイマックスの体内に侵入してしまいました。なんか巻き腹が痛いな。そんな時にアンパン処方薬ミニプロン、あなたの風邪はどこから。私は脇腹から。これで終わりじゃない。もしかも終わりじゃないです。これで2分って結構やな。これね、ほしゃー。それも込みやからね。そうですね、もちろん。それも込み。そうですね。別に長さいらんっていうあれが別に今。まず聞くんや。ねえ、ベイちゃん、何が望みなの。ベイちゃん、あ、そうなんだね。あ、今聞いた願いを実現化してもらうってことですね。質問します。はい、花正くん、何を書いていますか。うん、これはね、あの子が言ってたんだけど、この子供から人気があるんだけど、このね、この目が、
子供たちには家電粒子に見えてプラスマイナスのここにこの削除されてしまうんだって。そんな子供たちを全部撲滅したいんだって彼は。こんな感じでこういうふうに僕の顔に落書きする子供たちを撲滅したい、美形のガキどもを召したいというのが彼の望みだそうです。いじいじいじ、よい、さぞ。ねえねえ、ドキンちゃん、なに、私ね、好きな人がいるの。心の中、もしかして俺のことが好きなのかな。俺のことが好きなのかな。僕、レイ君が好き。はぁやっぱりあなただわ。あなたじゃないと側面から入れないもの。何時頃なんだ。殿下の応答。ペー。被告人はおとなしく座ってください。判決。そんなことがしたいんだ。では、デンジ君、それは何を書いたの？僕ね、水が顔にかかっちゃったら弱くなっちゃうんだけど、水をなくすってのはできないと思ったの。でも、もっと嫌いなものがあって、それが塩なの。だから、海の中の水全部をろ過して水だけにしたいなって思ったのが僕の夢です。だから、まず水に手をつけてビーカーに入れます。それを手作業それをろ過します。はいはい、最後は行動観察のしりとりジェスチャーゲームというものを行います。しりとりジェスチャーゲーム、はい、面白そうだね。もう YouTuber っぽい今話した。それで一つの企画こそ1分でより多くしりとりをつなげれたチームの方に、まあ、得点がまあたくさん入るという感じになります。車の間、あーこれは俺2つ以上思いついた。 あの簡単なやつで3、2、1スタート。分かったらこれめっちゃおもろい。これもう一回残り半分です。え、分かった。じゃあ俺これはい、じゃあオッケーオッケーオッケー。ゼッチャー声めっちゃ似てる。声出しちゃダメ。あー終わり。いやでも今めちゃめちゃおもろかったよ。でも一発目のお前のやつは分かったよ。じゃあ一回答えますよ、うん、まずはじめこれは何でしょう。まあやまあまあこれとこれヒルもそれした可能性あるかな。お前らがいつも食ってるマクドナルド。そうです。あーなるほど。いや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 、マクドナルドですよ。こいつ途中で寝たかしてる。ハッピーいや、俺それ伝わった。あれ伝わってる。やばで、お前これはこれ何これ。これ挨拶です。あ、何やと思って一応言ったん。マイケル・ムーアだと思う。なんでやん。誰しかほんま誰。俺な、こうなったら俺さ、ガソリンスタンドになってん。でももうちゃうなと思いながら、まあガソリンスタンドで受け取って、俺は次これ。これ何これ。あの、ホタルガイカのマクドにいるドナルド。あーこれはもう確かに。でもドナルドも伝わったくない。いや、伝わってないですよ。え、でもどうじゃないこれ。でもどうじゃないこれ。これ何だと思ったんすか。これ動物サーバトル。あはははは。ジェンガかなんか積み重ねてたから。何と受け取ったんですか。僕はビル・ゲイツだと思って積み木だと思って積み木やってたんですよ。ドナルドで動物サーバトルでこいつ分かってるってすげえすげえってなって、あ、ルーライアドルイスルイスルイスはい、始まります。3、2、1スタート。え
どういうこと？え、これ伝わってない？あー、はい、はい、え、はい、でもこう、じゃあ、じゃあこれで、これで、はい。え、1個目何や、これこれこれ、それマジで分からん、これ何、いや、マジで分かんないです、ゲジ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 どう見ても魚類の動きするからこれ、いや、ゲジゲジや、いや、ゲジゲジゲジ声のしてや、いやいや、ゲジゲジしてたや、いやいや、魚類魚類、ゲソゲソゲソほんまにこれゲソやったな、ゲソでもよかったな、まあ、寄生虫とかもそんな感じ